セ、首位から最下位まで 5.5 ゲーム差、パ、最下位まで 24.5 ゲーム差。うおーおー、パの最下位はプロじゃないからセーフ。立浪ドラゴンズ優勝ある。まだ半分も消化してなくて 24.5 ゲーム差はえぐいな。最終的に40くらい離れるんじゃないか。チュニドラがまだ余裕で A クラス狙えるという事実。 SB が強すぎる、タスセーブが弱すぎる。現在のパリーグの状況、中日ですら一応ワンチャンあるのくさ。85試合で首位と最下位が40ゲーム離れた年も過去にはあるし、多少はね。負けまくってるイメージの中日がまだ優勝を狙える位置で笑える。パの位置5位が今の背に行ったら優勝できそう。レベル高いわ。ソフトバンク1回10連敗くらいしてリーグバランス保っててほしい。今年の背は全球団特別強くも弱くもなく多少の運の桜井しかない気がするわ。パのあれ以外の球団強いって言うけど、ソフトバンクとロッテ以外はクソ雑魚セーブに苦戦してるんだよな。チュニドラ検討しとるやん。セーブも一気に25連勝したら A クラス狙えるだろ。優勝可能性がなくなっただけで。パーソナルリーグちょっとおかしいですね。ソフトバンク時点と 9.5 ゲーム差、セーブ時点と11.5ゲーム差。ご視聴ありがとうございました。